第2話はカンボジアということで、はい、永瀬先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう本当地獄に落ちた国ですからね、うんうんうん、いやあのカンボジアの話っていうのは初めてその自分が聞いたのは時事砲弾ってあったんですね、はい、その細川隆元さんと藤原光達さんの話の中で、はい、カンボジアでどうもすごいことが起きてるらしいんだっていう話が来て、その後リーダーズダイジェストが特集載せてちょっと信じられなかった、はい、今それどころじゃない規模のことが起きていたっていうことで、まあこの世の地獄っていうのはとまさにカンボジアかなと、あのスターリン時代のソ連よりもっかないなと、ある意味で、うん、まあ、狭いところで、まあ、人口比でいうとスターリンよりも恐ろしいみたいな、うん、あのスターリンの場合ほら密告される怖さですけど、はい、まあ、その長期間の苦痛っていうのはあると思うんですが、あのここはすぐ殺されましたからね、はい、あの私の恩師の石博之さんという、はい、穴掘って一列にこう並ばせて棍棒で殴って、倒れたらその棍棒後ろにそのでこう繰り返してボロ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 一番効率的に殺してたのカンボジアだと、うん、まあ、そういうような話を聞いて、まあまあ本当にこの世の地獄だなと。でおまけに読み書きできると全員殺されるってわけで、まあおそらくこの、ね、チャンネルクラウドを見てる人も含めて全員生き残れない社会、まあそうですね、眼鏡をかけてる瞬間死刑とか、うん、美人は死刑とか理由ないですもんね。理由ないですね。本当にすごい社会ですね、はい、うん、ということでですね、まあ、そんなカンボジアの悲劇の前にですね、うん、この本はですね、あの第1章の前の序章があって、うん、いきなりサンクチュアリというですね、うん、漫画の話から始まるんですが、サンクチュアリってご存知ですか？全然知らなかったです全く知らなかった。一部でカルト的人気を誇る漫画なんですけれども、まああの一応その作品の方から紹介しておくとですね、うん、原作は文村翔さん、あのブロンソンって言った方があの通りがいいかもしれないですけど、うんうんうん、北斗の拳の原作者さん、はいはい、というと分かりやすいですかね。でこの文村先生とあのゴールデンコンビと言われているのが、まあ、作画が池上良一先生、うん、もうシリアス劇画の巨匠ですね、うん、あのフライングクリーマンっていうヤクザ漫画が代表作で、で劉備玄徳やっても織田信長やっても全員あの顔がフライングクリーマンになる。おお、いや池上良一さんってのは確かあの水木しげるさんの弟子で、はい、そこから始まってるんで、そのいわゆる描写が非常に綺麗だっていう、ね、まあ、絵は綺麗な方ですね、うんうん、はい、まあ、あの良い子は読んじゃいけない漫画と言われてますね。でそれで、連載がですねビッグコミックスペリオールという隔週雑誌だったんですが、ほうほうほう、これがですね、まあ、私の学生時代に、まあ、やってて、なんとこれがですね隔週なの全12巻、そして総売り上げ700万、ほうすごいんですよ。ほう、もう結構なヒット作で、あで、まあ、結構あの散髪屋とか喫茶店行くと必ず置いてあったん、あそうですか、そういう、うん、サンクチュアリとタッチとバキはあると文句言いながら読んじゃうっていうそういう漫画ありません？なんか残念なとか言いながらなんかあると必ず読んでて最後のページまで来ちゃうみたいな漫画読み始め、うん、はい、ある、うん、で何の話かっていうと、うん、主人公が日本人2人で、うん、ポルポトの大虐殺から逃れてきて、うん、でそれで日本は気抜けだと、うん、一体何なんだと、うん、あの地獄から祖国に帰ってきてみたらと、うん、こんな国は立て直すって言って、うん、まあ一人は政治家として表の世界で、うん、でもう一人があの裏の世界で支えるためにヤクザになると、うん、でそれぞれの持ち場で既得権益層と戦ってですね、うん、でしかもちょうどですねあの現実の日本政治が政治改革の後あの政権交代しちゃう時期なんですよ。あだからあの政権交代政治改革漫画めちゃくちゃ流行ってて、あその中でも改作中の改作と言われてる、書いて怪しいでもあり心よいでもありっていう両方を、でコアメッセージは老害をされっていう、あこの伊佐岡幹事長っていうのが、うん、あの見た目野中広もそっくりなんですよ、まあ、野中広もが活躍するのはその後なんですけど、うんうん、キャラ設定が竹下登と金丸信と小沢一郎を足して3で割ったみたいな人で、はすごいですよこの伊佐岡幹事長、すごいチビでシワだらけ で、うん、で出てくると必ず料亭で賄賂もらってるか、あの芸者抱いてるか、池の鯉に餌やってるかみたいな、うんうんうん、もう漫画的なあの政治老害政治家 で、うんうんうん、でそのとあの2人の主人公が戦うって、浅見と北条、ちなみに表と裏どっち行くか決めたのもじゃんけんで、あ
でそのカンボジアからあの友達で一斉にあの、うん、収容所から逃げ出して、うん、で食料みんなで割ってた全員死ぬんでじゃんけんで食って買ったやつがドブネズミとかを独り占めしてそうやって生き残ったのが2人だったと、うん、運が良かったと。この漫画がいいのはね、はい、いいというか素晴らしいのはやっぱりそのいろんなことを濃縮してるじゃないですか、はい、だからそういう意味で言うと、はい、その幹事長、はい、まあ、見事に濃縮してるすごい濃縮してるな。よくできてるんですよ、ある意味すごい濃縮してますね。まあ逆に言うとよく観察してますね、はい、いやすごいんですよ。野中宏が出てくる前から野中宏そのものをキャラ、そういう目で見るのがめちゃくちゃ面白い。並々ならぬものを感じますね、うん、まあまあ、ちなみにですね、あのいろいろと熱いセリフが出てくる中ですね、まあこういうポン、うん、あのセリフなんか使ったんですけれども、うんうんうん、まあね、うん、こんな感じで、まあ、要するに老害をされっていう、うん、もう今でもそのまんま使えるような、うん、ね、うん、ね、政治家がエレベーターの順番待っててどうすんだ玉木雄一郎お前のことだみたいなまあやっぱりそのカンボジアのね、はい、まあ、まさにその治安、まあ、戦国時代とそのスターリン時代足して千倍にしたような凄まじい世界から来れば、はい、その今の日本っていうのが、はい、腐ってるのを通り越して見えたんだっていう、まあ、その設定面白いな。面白い、面白いですね。いやだから当時の時代状況を思い出しながら読むとめちゃくちゃ面白いですよ、うん、面白いですね、はい、なるほどなっていう、うん、ちなみにですね、いろいろ名台詞があって、まあ、うん、あのこの辺にあの未使用のものも、ね、うん、いろいろ、ね、入れときましたし、うん、もういちいち熱いん、うん、まあ、このね、あのサンクチュアリがどう使われたかっていうのはですね、うん、まあ、本編お楽しみで。ちなみに執筆時間 の, あの半分がこのサンクチュアリ絡みの序章じゃないかという疑惑があってです、ね、ああ、いやでもね、確かにこそれだけ濃縮してるとね、ありがとうございます。もう、うん、でそのまた面白いのは、はい、比較するのは例えばそのヨーロッパの国とかね、はい、そういうその例えば優れてる国っていうんじゃなくて、うん、カンボジアと比較してるのがやっぱ面白いなっていう、はい、ある意味一番悲惨な世界と一番ダメな世界をね、うん、比較してるようなところがすごくこれ面白いですよね、はい、いや、うん、それでですね、うん、あのまあ先週に引き続き、まあ、倉山満は洗礼原理主義者だみたいなご義務順なこと言われてるんでじゃあ本当洗礼どうでもいいのかと、うん、でですね、まあ今日はですね、まあ、洗礼を無視して地獄に落ちたカンボジアの話なんですけれども、うん、じゃあどういうふうにして地獄に落ちたかっていうとシアヌークという人がいて、うんうん、王様だったんですよね、うんうんうん、あのところがあのカンボジアってご存知の通りフランスの植民地で、うんうん、で結局植民地解放とか言ったって結局既得権益持ってる白人って居座るわけですよね、うんうん、であの、まあ、白人対有色人種の戦いって言ったって、うん、白人に媚びて美味しい思いしてる有色人種の裏切り者がいる、うんうん、同胞を搾取するやつがいるから改革ってなかなか進まないわけじゃないですか。どこの国でも、うん、まあ、カンボジアなんてもほとんどアフリカと同じぐらい悲惨な、うんうんうん、どこが独立国戻ったなったんだみたいなレベルじゃないですか、うんうんうん、でシアヌークは政治改革を志して、うん、王様じゃできないから、うん、もう自分はもう王様やると、うんうん、でまあ国民からは人気があったんでその後も殿下と言われるんですが、うんうんうん、まあ要するにまあ大統領になるわけですね国家元首に、うんうん、で王政やめたとなってたら、うんうんうん、じゃあ選挙で国家元首クビにできるんだったら、うんうん、じゃああんたクビと反対派に言われてクビになっちゃうんですよ、うん、王様だってクビにできないものを、うんうんうん、生実家あの解任できる民主制ってやっちゃったんで、うん、で未熟な民主制ってどうなるかっていうと投票箱を奪い合いになるじゃないですか、うん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 、日本でも第2回総選挙は日本みたいな大きな国ですら、まあ、事実上の初めての選挙である第2回総選挙は、まあ、殺し合いになって死人が出てるんですよ、うん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 、そしたらまあ当然投票箱を奪い合って銃で殺し合いになるわけですよ、うんうんうん、そしたらカンボジア全土で、まあ、三つどもえ四つどもえの内戦になって、うんでこれ5年続いて、うん、まあ、毛沢東支持者クメール・ルージュですかね、うんうんうん、ポル・ポトっていう人が、まあ、独裁政権を作って最初の中見先生の話に戻って、うん、で結果的に人口の4分の1が殺された。そうですね、なんだ相当その統計上最悪の数字っていうのは確か800万のうち350万死んだっていうのは最悪の数字で出てるんですけど、はい、うん、いずれにしても常識で普通内戦でもこれだけ死なないほど死んでますよね。だからあの第二次世界大戦で、まあ、東欧諸国、うん、まあ、悲惨だって言って1割ですよね、うん、ただ日本は、うん、あの日本史上最も悲惨って言って 3%、うん、
いやだからあのスターリン時代の要するに人口比でいうとスターリン時代の比率を超えちゃったんじゃないかって、ね、もうだから中国は数だと中国とかソ連の方が大きいけれども、うんうんうん、比率でいうともっと悲惨、もっと悲惨、だそのポルポトっていう名前自体がなかなか出てきませんでしたしね、うん、あのクメルルジュでその隠れてるわけですね、ポルポトっていう独裁者は、はい、でまあ個人的には立派らしいんですけどね、あの非常に質素で、うんまあ、人格も立派らしいし子供も可愛がるし、だけどそれが指導者になった時どんなすごいことをやったかっていうね、まあ、だからロベスピエールですよね、まあロベスピエールの一番ひどいパターン、はい、ロベスピエールに毛沢東思想を学ばせたらこうなるみたいな、うん、地獄ですよね、地獄ですね、だって本家の中国が止めたぐらいひどいわけでしょ、はい、これはでしかも自分も文革やってる、うん、でその後、うんまあ、止めたのは鄧小平ですね、いや毛沢東もかばったらしいです、だから結局そのシアヌーク殺されなかったのは あの中国が庇護したから、あなるほどそういうの、うんうん、まあ、シアヌークもシアヌークで共産主義にかぶれてましたから、ね、そうですね、まあ、あの時の話ではね結局自分いろいろシアヌークの回想録なんかも読んでいろいろ見て、相手のロンノルもひどいわけですよ、はい、あの亡命するとき300億円相当の金塊持って逃げたってとんでもないやつでしょ、うんはい、だからまあひどい腐ってるし、そういう意味で言うとさ清潔なんだけどポルポタ逆に言うとすごいことをやってるなっていうね、はい、でその、まあ、先生の話が面白いのは大元は何が始まってるかというと、要するにシアヌークのその思いつきから始まってると、はいうん、だ王様が王政やめようと言ってしまったがために、うん、じゃああのお前いらないじゃんって、うん、お前気に入らないからあのクビにできるじゃんという原理が発生してしまったと、うん、一見、まあ、前回から宇奈上先生おっしゃっていただきますけど、目の前の客観状況を見るとそれが最適解に見えるかもしれないけれども、うん、目に見えない歴史まで考えると実は不合理だと、うんうんうん、いや結局あの時シアヌークっていうのは非同盟中立のね、はいまあはっきりまあ、今で言うとまあリベラルの左派ぐらいな感じですね、はい、そういうことをこう志したかったし、うんまあ、そう当時の知識人としてはそれが一見かっこいいポーズだったんだと思うんですよ、はい、でも結果的にねそれはどういうものをもたらしたかっていった時、その文化的なものをね即興的な外交とかね、うん、そういうものでやってしまうとどうなるかっていう、まあ、いい例、本当に適例、これも適例だと思うんですね、日本なんかやっぱりその大昔に万世一系を採用していわゆる液体革命を否定したわけですよ、うん、その伝統というのはずっと続いてきて、うん、で壊すのは簡単だけど元に戻すことというのは容易なことじゃないですか、というか二度と戻せないですね、うん、で今ようやくカンボジアが王政復興してますけど、うんうん、まあ元の王政、日本の場合万世一系切れたら元じゃないですもん ね、うん、そうなんですね、イギリスだって万世一系じゃないですもんね、うん、その万世一系ってその昔聞いた時はなんでご都合主義だみたいに思ったんですよ、うん、その当時の人たちの、うん、だからそれがここまで続いた時にね、そのもう大変な文化になってると、うん、そうするとその文化をともかく世俗権力のその場のその即興的な対応でね、うん、壊すっていうのはあまりにも傲慢じゃないかっていう、で実は安全保障で最も、うん、あの優れた武器として、うん、身を守る武器として機能してるわけで、うん、まあ言ってしまえば、うん、あの鎧捨てちゃうようなもんですかね。そうですね、あの先生はほら後半で三島由紀夫のことなんかも、まあ、若干批判的な本の中で、うんはい、ただ逆に三島由紀夫が言った文化防衛論の考え方っていうのは、うん、ある意味非常にこのいいなと思うのはね、うん、守るべきものは文化であって、はい、でそれはそのいわゆる朝廷を、また朝廷って言ってましたね、どうぞどうぞ皇室を中心にしたその雅なものが絶えず生まれてる、うん、要するにそうやって連続してるんだと、うんあ、それをその連続というのはまさにその伊勢の遷宮にこう代表されているような世界、うんうん、それをまあその簡単にその今の判断でね切ってしまうと、うん、後々どれほどの損失かって分かんないわけですよ、はい、まさにカンボジアなんですよ、ね、で三島由紀夫っていう人は昭和天皇個人的に大嫌いだったんで、生きている天皇に忠誠を誓う必要がない、うん、みたいなことを、まあ、言動で振りかざして、うん、昭和天皇が本当頭抱えたと、なんで三島分かってくれないんだという話に、うん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 、人間宣言なんかしないんだよなって、うんうん、もう記者会見で言っちゃうようなぐらい三島に対しては手を焼いてた、うんまあ、はっきり言って三島影響力大きいだけに、うんうんうんまあ、そういうそのうんまあ、忠誠尽くすべきは文化だ、今の天皇どうでもいいっていう、うんうん、そのある種の法罰論に近いようなことになってしまった、これはこれで問題なんですけど、うんうん、逆に今の女系論は全く逆の方で極端で、うん、あのほぼ妄想なんですけど、うん、多分妄想なんですけど、うん、あの陛下の御御心は女系だ、だから女系言わなきゃいけないんだって言ってるんですね、うん、
あの、すいません、あのそれに関してで、あのだからあの今の陛下があの、まあ、上皇陛下だったり今の天皇陛下だったり、うん、とにかく今の陛下が女系なんだから、うん、それにね、うん、少々ひっきんでしたかいみたいな論を振りかざして、うん、男系派は逆賊だみたいなことを言う、人いるんですけれども、うんうんうん、そこで疑問2つ、根本的な疑問いきますね。まず事実関係疑問1、いつ聞いたんですか、うんうん、もうこの時点で終わってて、うん、あの明確な証拠がないのを宮内庁の高官のなんとかさんから聞いたんだ、こちょこちょこちょみたいな、もうそんな話で何言ってらっしゃるんですかと、うん、証拠あんのが終わりみたいな、うん、もし本当だったらどうしようみたいなナイーブな保守の人いるんですけど、うん、もう大体あの陰謀論とか女系論なんて一番立ちが悪い陰謀論ですよ。ディープステートより立ちが悪い陰謀論と思ったんですけど、うん、結論いつどこで聞いたんですか、うん、5W1H を明確にしてない議論は証拠能力ありません、うん、もし本当だったらと考える必要はありません、うん、本当だという証明をしてからじゃないとあの世間に向かって物を言っちゃいけないんで、うん、もうそれもう世を惑わす詐欺です、うん、はっきり言って、うん、ディープステートも女系論もネットワークビジネスも道徳的に詐欺です、はっきり言いますが法律に触れないだけで詐欺です、うん、だからもういつ聞いたのかを証拠として出してないのにそんな大それたこと言ってる時点で犯罪です。法律上のじゃなくて道徳的な、うん、で仮に本当だったという論に乗ってあげます、うんうん、その上で乗る必要ないんですがあえて乗って疑問に、うん、時の一人の陛下の意思で洗礼を変えていいんですか、うんうん、シアヌークと同じことを今の陛下がやれって言った時にできるんですか、うん、やっていいんですかと、まあ、できるかどうかっていうと、うん、まあ時の国民の多数が支持したらできるんですけど、うん、じゃ あの時の多数決と正しいかどうかって何の関係もありませんからね、うんうん、まああのねいつ聞いたのって、まあ、テレパシーは除外してですよ、はい、やっぱり私も聞いたことないですよね、はい、まあ、それとやっぱりこのシアヌークの問題っていうのは非常にやっぱり重々しい、あのスウェーデンと並んでですね、非常に重々しい問題だと思うんですよ、はいはい、そうなんですよ、うん、今の判断でね、うん、今の判断だけで文化的なものをその壊してしまうっていうのはやっぱりその非常に まずいっていうところじゃないと思うんですよ、うん、ある意味で日本の国を否定するような大きな騒ぎになってしまうわけですよ。洗礼否定っていうのはそういうことなわけで、うんうん、あの時の天皇陛下であっても皇位継承に関して、ま、絶対に守っていきたい洗礼は変えちゃいけない、うんうん、でしかも今あの悠仁殿下が終わすので、うん、変えなきゃいけない理由何もないんで、うんうん、まあ、この辺もですねやっぱりそのいろんな国のいろんなものがあった時、そのカンボジアっていう例がやっぱりその、まあ、なぜサンクチュアリが出たかっていうのは、はい、その読んでて分かったんです。あ、読んでいただけると、うん、やっぱりそれはやっぱりそのカンボジアっていうのがね、まあ、そのあれほどひどい状態になった大元にあったのが何かですよ、はい、まあ、そこから出てるっていうね、はい、まあ、シアヌクっていうその非常にソフトな後醍醐天皇みたいな人が、うん、まあ、頭もいいし、うん、まあ、国民人気あるし、だけどその人の思いつきがね結局にそういうこのあの恐ろしい事態を起こしてしまったと。そうなんですね。だからシアヌクがちゃんとその改革やるにしても、うん、国王の立場でやってれば、まあ、あんなことにはなかったと思うんですよ、はい、あそこまでひどくはなってない可能性も高かった。やっぱりそのトップがしっかりしてればそれをもとにこう一つのまとめができる、うん、それこそ放送禁止用語になっている木田実さんの、ね、小説みたいなのありますけど、はい、結局そこでなんでまとまってるかというと、そこで長老の意見を聞くっていうのがあるから、うん、その長老がボケてようとなんであろうとまとまってんだと、あれは一つの文化的な考え方だと思うんですよ。非常に面白い考え方で、サンクチュアリ出したっていうのは結局天皇とか日本の歴史とか普段考えたことがないビジネスマンとか、うん、あのそれでいて頭がいい人が、うん、あの知識なく合理性だけで物を考えるとこんなトンチンカンになるよって例、うん、いやだから面白かった、その私も読んでないですけど、そのサンクチュアリーで、はい、まあ、そうやってそのシアヌークのその引き起こした大混乱っていうのを見ていながらね、はい、なぜそうなるんだと、なぜそうなるんだっていうのかね、うん、その、大元にいたないで、そのいわゆるその共和制、はい、大統領制みたいに持っていくっていう考え方がまた面白いなと思いましたね、ある意味、はい、逆説的で、うん、そうなんです。まあ、だからいろんな人に読んでいただきたいがために、まあ、出した例で、うん、私が決して、ね、面白半分出した
じゃないですけど、あ、それでもう一つ最後にですね、あ、じゃ あの陛下、時の陛下が女系やりたいって言った時にどうするかと、うん、まあ、そもそもそんな話誰も証拠を出してないのになんですけれども、うん、じゃあ倉山はあの平成の御上位の時にあの国民の大多数が支持したことを根拠にしたじゃないかと、うん、まあ、確かにしましたよ、うん、で今女系にアンケートで賛成してる反対してるじゃないかと、うん、言ってそれどういう態度なんだっていう疑問が絶対来ると思うんで言っときますと、うんうん、平成の御上位の時は、うん、当時の天皇陛下の今の上皇陛下の玉音放送だったわけですよ、うん、で国民は陛下が自らお出ましになるという史上3回しかない玉音放送の3回目という大それた時に支持してるんですよね、うん、ではっきりとやめたいとはおっしゃってないけれどもみんなで考えてくれって言われたんでよくわからんけれども、うん、まあご上位でいいんだろうと、うんうん、いう声に時の、まあ、はっきり言いますが内閣法制局横畑雄介が何をやろうとも上位は止めれなくなったわけですよ、うん、で今回あの単なるアンケート調査で女帝女系でしかも女帝と女系の区別ついてないんですよね、うん、全く意味が違う、うん、ということで、まあ、私は洗礼原理主義者という矛盾した洗礼なのに原理主義というですね、洗礼って言葉の意味分かってますかって、うん、原理主義を否定してるから洗礼なんですよ、うん、ははみたいな話なんで、うん、まあ、2週にわたってあの、まあ、女系論者ちょっと甘やかしすぎたなと、あはっきり言って、うん、あの子たち甘やかしすぎたなと思ってるんで、うん、まあ、さらにですね、まあ、次回もお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いします。